はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。4時25分ですね。3月は26日のチューズデーでございまして。これは昨日ですね、昨日10時6分に出ました産経新聞の記事ですね。岸田文雄首相、外国人の土地取得規制検討を進めたい参院予算委員会。本文いきますね。岸田文雄首相は25日午前の参院予算委員会で、安全保障上重要な土地の利用を規制する土地利用規制法に関し、土地取得の規制も視野に見直しを検討する考えを示した。土地取得の規制を求める声があることは承知している。安全保障をめぐる内外の情勢などを見極め、さらなる政策対応の在り方の検討を進めたいと述べた。重要な土地に関しては間もなく指定が完了する見通しだと説明した。自民党の中田博史氏は、外国人外国資本が我が国の重要な施設、例えば自衛隊海保発電所、港湾の周辺や内部の土地を買うことがあってはいけない、歯止め策を講じるべきだと述べ、首相に見解を求めた。同法は令和4年9月に全面施行され、安保上重要な施設の周辺1キロの駐止区域に自衛隊の司令部など特に重要な機能を備えた施設周辺の特別駐止区域に指定する。国は駐止区域の土地や建物を対象に所有者の国籍や利用状況などを調査できる。特別駐止区域では一定面積以上の土地や建物の売買に当事前の届け出を求めると。まあですね、外国人がね、こう日本のマンションを買うとかね、土地を買うとかですね、水源を買うとかっていうことに関してですね、非常にこう危機感を煽る人がいるんですけど、私は別に外国人が日本の土地を買うことに対しては、まあええやんと、別に買いたいならこうたらええやんって、そこは日本国内ですからね、日本国の施政権が及ぶわけであってですね、土地を持たれたからといったところで、ですね、警察権が及ばなくなるわけではないんですね。よく例えに出すんですけど、歌舞伎町のですね、ビルの大半は台湾人の所有と言われています。それは戦後のどさくさの時にですね、台湾人がだいぶ取得したと言われてますけど、まあそれが引き継がれているわけですね。かといって、じゃあ歌舞伎町が台湾人が所有してるから治安が悪いのかと言いますとですね、あんまり関係ないと思うんですよね。昔ね、チャイニーズマフィア、台湾マフィアが歌舞伎町で暴れるみたいな設定のですね、長谷清舟さんの不夜城でしたか、ああいうのが30年ぐらい前でしょ、大ヒットしたのはですね、ありますけど、別にいいやんと、そんなの別にと。今は日本の土地建物はですね、誰でも所有できます。住所さえあればですね、住所と証明書みたいな、その人が実在するという証明ができれば、宇宙人でもね、宇宙人でも理論的には可能ですよ。住所がはっきりすれば、なんでですね、それを規制しようとしてですね、その中止区域があるというふうにですね、土地利用規制法みたいなものを作っているんですけども、まあ、その運用について、ですね、岸田さんが答弁したわけですけども、まあまあ、これはただこう見てるというだけなんですけど、まあ、大まかにはね、安全保障上のですね、規制はかけるべきだとは思います。あれですね、この自衛隊の基地とか丸見えになっている場所をですね、中国人が持っているというのもですね、まあまあちょっとよろしくないわけですけども、まあ本当にね、むちゃくちゃ重要かというとそうでもないんですね、実はこの話。で、岸さんがこのことについて理解しているかというと全く理解してないと思います。
で彼の場合はですね、国会の答弁は大半役人が作ったですね、内容に即してですね、その範囲内で答弁しているだけでして、ですね、今後ですね、その検討を進めたいとか言ってますけど、彼の頭の中に検討を進めたいっていうのではなくて、役所としてもうちょっと踏み込みたいなという考えがおありなんでしょうね。だからですね、それを読み上げたというだけのことです。まあ、もう少しね、踏み込んでもいいとは思います、この問題は、ね、でしかし岸さんが積極的にやるかというとですね、全然やらないと思います。本来そういう話はですね、自民党のですね、中でこう煮詰めてというか、まあ、話し合ってですね、案を出して、あるいはその法務省ですねあたりから出てくるはずなんです。役所が出した方が法律にはなりやすいです。非常に残念なことですけど、立法府と言いながら議員の先生アホばっかりですから、自分たちでですね、法案を作るだけのですね、まあ知力がないと言ってしまってもいいでしょうね。議員立法っていうのは今ほとんどないですからね。なんで議員さんたちが頑張って、こういう法案を作るかというと多分作りません。なぜか票にならないから。そんなことしてる暇があったら地元を回ったらええねんという、そういう先生方多いわけですね。だからこういった法案はむしろですね、法務局から出てくるでしょうね。外国人ね、別に私どんどん買えばいいと思いますよ。ニセコなんかいっぱい買ってるでしょ。だってね、熊本だって TSMC はあれ台湾でしょ。どこの国がいいってどこの国が悪いとか言いません、そんなん。ええやん、別に買いたい人がおったらこうたらって日本のどっちやもん、その外国になるわけちゃいますからね。で逆に日本の資本は外国に行っていろんな不動産を取得したりしてるわけですよ。外国人の不動産取得を制限する国って大体元植民地なんですよ。元植民地はね、非常にそこは敏感なんですよ、ナーバスなんですよ。だからあんまり買わせてくれないですね、外国人に。でも元植民地でない国はですね、全然オープンなわけですね。なんでですね、日本は元植民地ではないんですね。一回だけアメリカに占領されましたけど、まあその占領7年半ぐらい続きましたけどもですね、まあまあそれだけであってですね、そういうこう支配された、継続的に支配されたという期間が非常に短かったんでですね、日本人は無防備と言ってもいいんですけど、まあまあまあ別にええんちゃいますか、それはそれで。でもやっぱしですね、そういう安保上のですね、なんか不都合な場所は取得されるべきではないとは思いますし、まあ今のこのあれですね、法律を上手に運用していけばいいんではないかなと思います。ただ岸さんは何も考えてません。あの人の頭は空っぽです。ピーマンです。かぼちゃですなんでですね、まあこの話も少しは前に進むでしょうと、まあそういうお話でございました。一応今読みましたですね、産経新聞のアドレスを貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。